Hey everyone, welcome back to Hunter Hunter. Today we're continuing this wonderful series. Anyway, we're doing 67 and 68 today, and I'm excited to keep going. I just wanna keep watching the show and not do anything else at the honestly, because I'm in the mood to just like go through this all in one go. Like if I was watching this on my own, I'd probably just breeze through it in like a week or less. Who knows? But yeah, let's go right into episode 67. I'm in a very happy mood today, so let's go! I probably had a little too much caffeine. Hell yeah! 50 get! But by who? 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Wow. ジェンスルーたちはある思惑を胸にセズゲラ組とのカードトレードの場に立った。 Oh no. 早速取引という。 Yeah, this, I remember this. Don't let him touch you. Damn. OK. トレード完了だな。 いや、ちょっと待ってくれ。やはり納得いかない。このトレード割に合わない。なんだと？トレードの後でふざけるなよ。こっちは3枚も出してるんだぞ。これ以上何を要求する気だ。Of course。謝るなよ。そういう意味じゃない。Why are you hiding under grass? そっちが割に合わないと言ってるんだ。あまりに俺たちに有利なトレード。施しを受けたようで気分が良くない。たとえこれで俺たちが先にクリアしても。このままだと素直に喜べそうにない。 OK、 そこで一つ提案したい。右か左どちらか一枚あんたにやろう。一枚はクズカードだが、一枚は大天使の息吹。よし、 So lucky。 レビオン。What did that do? Oh, come on! Oh! You got him back. Really, dude. でも、俺と一緒に捕まったやつはこう片手で頭を吹き飛ばされてた。 Yeah, so that means he's the bomber. 明らかに殺傷目的で収めた能力。 やつは完全な武闘派ということだ。真っ向から戦うのは得策ではない。だがよ、やつら。 Yeah, I would assume that if you even knew he was, then you wouldn't have approached him like that. これで揃っちまったかもしれないだろう。リストオン、ナンバー2。まだ大丈夫だ。ナンバーに一つもの海岸線は奴らも見つけていない。今俺たちがすべきことはナンバーにを奴らより先に見つけ出すこと。大天使の息吹の引き換え券も無事だし、まだなんとかなる。よし、とにかく先に見つけるぞ。アカンパニーオン、ソーフラビエ。 There are some aspects of the cards and stuff that I still don't understand, like...What some of them do and so on and so forth. リスキーダイスとレビーのコンボ。これで93種。いや、あの二人の顔を変えるのに1枚使ったから92種だ。やつらが独占していた。I guess I didn't have a fail safe in case the luck thing didn't work. 残り7種のうち、2種は他の組の原因待ち。やはりネックはナンバー2か。だが、そいつもソーフラビにあることは分かってる。よし、まずはナンバー72。そして21、9の順に取る。その後にナンバー2を取りに総フラビエ。
ナンバー75は持っているやつを探し出して奪えばいいだろう。うん、そろそろ決めといた方がいいな。クリア報酬の3つの指定ポケットカードと500億の使い道。ねえキルア、一つ気になったことがあるんだけど。 Dude needs to be not in the world. プレイヤーって何百人もいるんでしょ。なのに俺たちが今まで取ってきたアイテムを全部カード化できたのって変じゃない？どういうこと？だって指定ポケットのカード化限度枚数って B のランクでもたった30枚でしょ。俺たちより先に来た人たちがとっくに集めててもおかしくないのに。確かにな。 Yeah, probably. けど逆も考えられるぜ。このゲーム内でまともにゲームできているのは30組に満たない。あ、そうか。きっと大部分のプレイヤーは指定ポケットカードをゲットするどころか、ゲームが嫌になって現実に戻りたくても戻れないのかもしれないぜ。せっかくマサドラについてもリーブが出なかったら悲惨だよね。そうさ、だからそうか。え？マサドラに来てもしもリーブが手に入らなかったら二人ならどうする？そうだわね。コツコツ貯めてリーブが出るまで買い続けるかしら。うん、だろ。じゃあもしその過程で超レアなスペルカードを入手したら、それを売ってまたスペルカードを買う。リーブが出るまで。そう？うん、私は取っておくわさ。下手に売って次に出たカードが全部クズだとしたら最悪でしょ。取っておけばもしかしたら誰かのリーブと。あ、な。You're losing me with these cards, man. Leave it. 戻りたくない。現実へ。What are they doing?Nice. You only explained the slot things once. I'm lost. Man, I'll just enjoy it for what it is. I'm lost on the cards right now. Plus, it's been like a few days since the last time. 今のうちに整理しとこうぜ。三人合わせてフリーポケットの数は135個。Okay. 一人5個くらいは開けといた方がいいな。スペルカードはキルアが管理してよ。防御系はビスケも持っとけよ。ちょっと、私も使うの？いやーよ、よくわかんないもの。ざけんな、覚えろよ。よし。ブック。今までは。Thank God, Greed Island isn't going to be a prevalent thing throughout the entire show. これからは、ある程度危険を覚悟で決めないと、レアなカードは手に入らないぜ。うん。まあとにかく自力で取れるものは。At least I hope not. 途中出会ったプレイヤーと積極的に交渉。I'm not saying I don't like the argument. I'm saying the cards are confusing me. だな。お。じゃあな。ちょっと待って。これダメだよ。フェイクで作ったカードだもん。Oh. Oh yeah, the fake chain. 間違えた。こっちが本物だった。まったくどいつもこいつも。油断も隙もねえな。Nope. Really? それにしてもあの首飾り。It's very useful. Extremely useful. ねえ、この首飾り、触ったものの呪いを解いてくれるんだよね。ものってか、カードの呪いの？あ、じゃあダメか。If you took the necklace with you to back to the real world, that'd be pretty useful. もしかしてあの村の人たちの病気って呪いじゃないのかなって思ったから。あの村って？あああいつらね。あんたたちの身ぐるみ剥いだ連中。でもカードじゃないからダメだわね。いややってみる価値あるな。俺たちを信用して命を預けてくれますか？あなた方は無償で我々にすべてを捧げてくれた。And you shied away from giving him any rewards. 信じましょう。Oh. I guess you got the missed cards. Oh. Right. やっぱり。
Hell yeah. ありがとうございます。これは我が村に代々伝わる宝。Damn. お礼にぜひ。Ooh.Enjoy a once-in-a-lifetime experience. Oh, who is it? Yo, こちらはカズスールだ。実は相談がある。一度会わないか。You again? もうすぐクリアしそうな奴らがいる。Oh, teaming up, baby? 三人組でリーダーはゲンスルーってやつだ。ゲンスルー。Yeah, I think it's a good call to team up. よく集まってくれた。礼を言う。コンタクトで話した通り、ゲンスルー組があと少しでコンプリートしそうな勢いだ。I guess this would be the case anyway for any team. さっきランキングを確認現在96種。早急に対策を立てる必要がある。ちょっといい？なんだ？ランキングってどうやって調べるの？それは…そんなことも知らないの？こんな人たちに付き合っていたら夜が明けちゃうわよ。Oh my god, I need to know as well. まあそう言うなよ。情報交換も目的の一つだ。ひょっとしたらアスタの知らない情報を彼らが持ってるかもしれないぜ。True. あるわけないじゃないの。Or not. トレードショップさえ活用しきれてない素人なのよ。その子たち。Mm-hmm. トレードショップでは誰が指定ポケットカードを何種類持ってるかのランキングを聞けるんだ。別料金を払えば所有しているその番号まで教えてくれる。 It's like paying for learning who's owns what car. ランキングで新しいプレイヤーの名前が分かってもコンタクトやフルラスコピーには利用できないわよ。実際に会うまでは。Boy. 一つお利口になってよかったわね。Boy. Boy. つまりメンバー構成さえ分かっていればその組が今何枚集めているか分かるというわけだ。で、ゲンスルー組は残りナンバー0、2、9、75の4種類。75。ナンバー0は99種類集めた後で入手イベントが発生するという説が有力だから、残るは3種。この3種の中のどれかを奴らより先に入手、独占し、コンプリートを阻止しようっていうのが俺たちからの提案だ。Yeah. 他にもあるでしょ。例えば人海戦術でスペル攻撃を仕掛けるとか。やつらもすでに聖騎士の首飾りを持っている。つまりスペル攻撃はレビーのみ。そのレビーでさえある条件が揃っていれば無効。Oh, that's what they were using. Okay. Take one random card. So they just chanced it. That's why they used the dice. Okay. ありえるね。ゲンスルーは俺たちを勧誘した奴らと一緒にスペルカードを大量に集めていたからな。決して難しくはない。無理やり奴らから奪う手もあるわ。あんた実行できるかい？どんな能力を持ってるかわからない三人組だぜ。Yeah. 一番現実的なのは。I mean, doesn't Go know that? 独占というわけだ。Well, he knows that he's a bomber, doesn't he? なければ本題だ。ここにいる全員で共同戦線を張りたい。Yeah, cause, the other dude who made the weird creature warned him about it. 待てよ、アスタ。あんたが言ってた条件は守ったぜ。カードの所有50種以上。ここにいる6組はちゃんとクリアしている。それプラス、互いに有益な関係を作れる人たちって言ったはず。この子たちが私たちに有益なものを提供してくれる。Oh my god! とても思えないわ。有益な関係を潰してんのはそっちだろ。口だけは達者ね。なら証拠を見せてほしいわね。何かお得な。ゲンスルー組の能力を知ってるよ。There you go. 奴らが持ってないカードのうち1枚持ってるぜ。これでも不満。I guess they have the 75th then. いいえ、十分よ。早速教えてよ、あいつらの能力。そっちは？え？あんたたちが俺たちにとって得かどうか、証拠見せて。私たちは指定カード71種集めているわ。あなたたちよりかなり多いはずよ。Yeah, but you have the ones they're missing. 能力の情報と引き換えに1枚ランク A のカードをあげる。それなら文句ないでしょ。終わりだね。ランク A のカードなんか自力で取れる。ランク S のカード2枚か。こちらと同価値の情報出なきゃ教えられないね。調子に乗ってんじゃねえよガキが。みんな聞いたでしょ。話にならないわこいつら。5組から S ランクのカード2枚ずつ10枚も踏んだくる気よ。寝ぼけんなよ。あんたたちからだけだ。はあ？他の4組には普通に教えるさ。見返りは各々の判断に任せるよ。ただ
あんたたちにはさっきの条件じゃ教えないって。 Because I hate you personally. This is personal. やっぱりガキね。あの程度のことでへそ曲げたの。やめとけ、二人とも。Oh my god. 仲間割れしてる場合じゃないだろう。まだこいつと仲間になるね。アスタ、いいよ。二枚くれてやろう。それより話を進めよう。何よ、別に私だってカードが惜しくて言ってんじゃないわよ。あっちが喧嘩売ってくるから。どう He'd win, I think. おい、もうやめて帰ろうぜ。Ow, my ass. まあまあ、確かにムカつくけど。状況が状況だし。つまりゲンスルーには、このカウントダウンとリトルフラワーという2つの能力があるんだ。だからあいつには絶対近づかない方がいいよ。Long distance. マジ、やられたわ。俺もだ。交渉の時触られた。Oh, 俺も。Fuck. 何人か心当たりがあるようだわね。Uh-huh. ジョーン。何かないの？解除法とか。うん、あるよ。ゲンスルーに触れながらボマー捕まえたって言うんだ。バカ、なんで言うんだよ。それネタにまたカードが取れたの。 Oh my god。 だってまた喧嘩になりそうなんだもん。 Yeah。 発動条件はゲンスルーが能力の説明をした後だから、金輪際あいつに近づかなければ大丈夫だと思うよ。スペルを使うとき二通りの方法があるのは知ってる？うん、知ってる。口で唱えるとカードはスペル名を言った時点で使用済みになるけど、uh-huh. ある方法だと何度も使えるのよ。Really? 例えばスティールをバインダーにはめれば、今まで出会ったプレイヤー名が画面に出るでしょ。その時決定ボタンを押さずにカードを抜くの。それだとスペルカードは未使用扱いになるから、1枚で何度も使えるってわけ。試してなかったな、それね。ランク B の指定カードは全部店で買えるわ。同じトレードショップで50回以上買い物するだけでいい。Oh. 得意客になればあっちから話を持ちかけてくるわ。スケルトンメガネをダブリで持ってる。美を呼ぶエメラルドと不思議外家は。こんなとこでいいかしら、見返りの情報。There you go. もう一枚カードをあげても。いや、もう十分、ありがとう。じゃ次は俺だな。ボレイヌだ。よろしくな。So, exchanging information. 皆さん、ありがとう。For help. すっごい参考になったよ。それじゃあどのカードの独占を狙うかだが。俺たちが持ってるナンバー75は多分独占無理だと思う。一組一枚しか取れないタイプだし、カード化限度枚数も20で独占するには多いし。ナンバー75を取ったのか。すごいな、お前ら。リストオン、ナンバー75。おお、6プレイヤーゾーン。他に5組が1枚ずつ持ってるな。確かに独占は無理だな。あとの2枚は。リストオン、ナンバー9。リストオン、ナンバー2。ナンバー0だ。ナンバー9は3組所有してる。うん。ナンバー2、一坪の海岸線は。No one has it。ゼロだ。行ける。ガイドポストオン、ナンバー2。場所が分かったわ。ソーフラビ。そこ行ったことある。アカンパニーはここにあるぜ。よし、じゃ行くぜ。アカンパニー4。Hell yeah. We're teaming on. This is epic. ここがソーフラビか。結構でかい町だな。早速入って聞き込みだ。How are you supposed to know where to get the card then? Does it tell you? 端っこの家からしらみつぶしな。中には何回か訪れないと重要なことを教えてくれないキャラとか。注意な。おい、情報提供者が見つかったらしいぞ。早っ。海賊が仕切っているのよ、この町は。The pirates. この海域のどこかに海人の住処と呼ばれる海底洞窟があると言い伝えられているの。一坪の海岸線はそこへの入り口。さまざまな財宝が眠っていると言われるその洞窟の伝説を聞きつけて、数年前15人の海賊がこの町にやってきた。レイザーと14人の悪魔。町の漁師は全員拷問を受けて殺されたわ。 Damn. That's rough. 一坪の海岸線の手がかりを知る者は全て。その海賊を追い払ってくれたら教えてもいいわよ。Well, that's easy enough, I think. 何ヶ月か前に俺たちが調べた時は、
手がかりさえ話さなかったんだが、時間的な条件があったんじゃないのか。この時期しかイベントが。Yeah, like an event only card. レイザーと14人の悪魔か。イベントの発生条件がプレイヤーの人数だったかもしれないわね。Maybe. 海賊が15人。私たちも偶然だけど15人。Oh. 15人以上のパーティーを組まないとイベントが発生しないってことか。しかし、ゲームキャラはどうやってそれを判断するんだ？アカンパニーか。ああ。15人以上でアカンパニーを使いソーフラビに来る。おそらくそれがイベント発生の条件よ。So lucky. You guys are so fucking lucky. いや。The conditions to getting some of these cards. 海賊の住処へ。Thank God you teamed up then. Fucking Jesus. It's no wonder nobody has it yet. Nobody knows how to get the conditions to get it. What's up, guys? ゴンたちの前に立ちはだかる不気味な海賊たち。果たして15人の仲間は一坪の海岸線を手に入れることができるのか。Yo. この後はグリードアイランドチュートリアル。Yeah, let's go, another one. 今日紹介するカードは税務庁の小手。アイテム化して装備すれば、プレイヤーからカードをランダムに奪うことができるんだ。何度でも使えるよ。Maybe. Continue. All right, let's continue with episode 68. Boom. なんだてめえら。今日は俺たちの貸し切りだ。帰んな。相談をしに来たんだ。この町を出て行ってくれないか。久しぶりに聞いたセリフだな。Well, you dug your own graves, I guess. Oh man, I feel like I've drank too much fucking caffeine today. I'm shaking! Like, my hand is literally shaking. Okay, Killua, go at it. Actually, don't. At this point, I feel like going is almost exactly the same as killing in terms of strength. Oh, let's go. Damn it, this guy. Yeah. Killer will be able to do it in a second. No. Damn. He said he lost. Why are you talking about it? Explain it. If you get out of here, you lose. Yeah, it's just... Even if he lost, he won't lose. You also hit me once in the fire. You lose. No, he didn't even step in. Shit! Oh my god. お前必殺技使う気なんだろうけど、必殺技はこんな大勢の前で見せるもんじゃない。True. Very true. 任せとけって。今度は二人がかりか。ちょっともらうね。まさか。Wait, what? Oh no! Put the dude on fire! Jesus Christ! Well, you're out. He didn't even use a technique, he just used his electricity power. Hell yeah. You're out the ring, dumbass. Exactly. At least someone can follow the rules here. Big old pig man. Oh. It's a gym. Why are they all wearing Joker heads? Hats. Oh no, it's the chin dude. Oh no.
Did you remit that repay? じゃあ早速勝負しよう。お前たちが勝てばこの島を出ていこう。ただ勝負のやり方は俺たちが決める。So he's a pirate. どうだ。もし俺たちが負けたらどうなる？特に何も。ここからお帰りいただくだけだ。よし、やろう。バトルテーマはスポーツ。ここにいるメンバーがそれぞれ得意なスポーツで勝負。We're gonna play volleyball, guys. 一人一勝。先に発症した方が勝ちだ。Thank God I watched Haikyuu. まずは俺が一番で。テーマ。Oh, but first we're gonna watch Hajime no Ippo. さあ誰がやるんだ？俺がやる。I'm sorry with the dumb references. It doesn't even make any sense to make them. It's just. Is that the car? That must be Need for Speed. そんなのボクシングじゃねえ。安心しろよ。俺はこの拳だけ。それはオタクらのためのルールさ。誰かと交代するかい？いや、やるさ。はい。パンパンパランパ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 ン。なぜあんたがボクシングで勝負を挑んできたかな？おお、ダメ。放出系だろ。鍵だろ。しかも敵と距離を取りつつ戦える。いや、そう、using his fist is gonna make it worse。都合のいいルールはない。あんたの誤算はただ一つ。その俺の能力があんたより上だってこと。次、あれは避けきれねえ。Damn, dude. よし、ダウンだ、楽勝。いや、相打ちだよ。は？What？一体何が起きたんだ？なぜ？こいつら気づいてないのか？瞬間移動だよ。瞬間移動？ショートアッパーの拳だけね。相手は最初から。一撃必殺のカウンター狙いだもん。あ、what？ 当然の成り行きだよ。The fuck？ 気絶しているようだ。まずは俺たちの一生だな。くそ！I didn't know he had that kind of power。こいつらのレベルでは発症は無理。ならば。さあ、次は俺だ。テーマはリフティング。次は俺だ。待てゴン。確かにその方が賢明だわね。Sometimes I forget that Bisky is also a player. 次は私がやります。 Yeah, here she goes. お嬢さんがいて。 I feel like he's just been the teacher. 怪我をさせないように気をつけなきゃな。 リフティングで怪我？ 面での攻撃がありだからな。 手で弾を触る以外はね。 なるほどね。 Never seen her fight before. バトルスペースはこの建物内。先にボールが床に落ちてしまった方の負け。はい、わかりました。オッケー、じゃあ始めようか。レディー、Let's go。ゴー。思ったより難しいですね、これ。私の負けです。Really？ じゃあ次は俺だ。おっさんやる？当たり前だ。覚悟しろよ。Let's go。Ooh, the dumpy man. Why are they losing? Oh, he's figured it out. I don't even know what's happening. これで8勝目。俺たちの勝ちだ。出直し的な。この町は俺たちの好きにさせてもらうぜ。I just got take defeat. もう一度勝負だ。 Not seeing the strategy here. このメンバーじゃ勝てないと見るや、わざと負けて情報収集に切り替えるとは。ああ、OK。だが一度負けたパーティーでは二度と挑戦できない。That must be boring. Like, the opposing team is just like, whatever. I guess we win. 私たちは抜けるから。ボマー組のコンプリート阻止という当初の目的は達成できたわ。あいつらに15人の仲間を集めるのはまず不可能だからね。あんたたちもしばらくこのイベントほっといたら。But aren't you gonna try? カードを入手したら狙われるわよ。Yeah, but it's the only way to win eventually, right?
Thanks. Now, 連中は勘違いしてる。Yeah. 俺たちにとっても、oh, you stayed. このカードはなるべく早く入手した方がいいんだ。Well. 少しでも仲間割れの危険を回避するため。その通り。え？仲間は最低15人必要。でも、クローンを使っても、一坪の海岸線のカード加減度枚数はたったの3枚。このイベントは、初めから仲間同士の争いの火種を抱えているんだよ。あんたが言ったあの言葉の意味。えげつねえな。最初、わかんなくて考えたからね。It's a smart guy right here. 俺たち全員が勝つことを前提にしても、最低あと4人の手だれがいる。理想はそいつらが11人組のパーティーってことだが、誰か心当たりはないか。ブック。You're not gonna team up with a true pay, are ya? 一番強いのはやっぱりクロロかな。でもクラピカが 100% 偽物だ。It's Ahsoka. Is that how you're gonna meet up with him? じゃあ誰なんだろう。まあ旅団の誰かだろうな。旅団のメンバーだとしてその目的は？そりゃゲームクリアじゃねえの？だったら自分の名前で構わないじゃん。そうだな。Mm. サイトビジョンを使ってみろよ。え？そいつが just call him. I guess you have to meet him first. カード集めに興味がないのかも。ああ、そうか。こいつ全然ゲームやる気ねえ。持ってるカードはすべて水と食料だけだ。Damn. だったら仲間に誘いやすいんじゃないか？でも、もしも旅団のメンバーだったら仲間にはしないよ。話を聞くだけ。なら、わざわざ確認する必要ねえって。絶対あいつらの誰かだし。誰かもそうだけど、理由の方も知りたいんだってば。バカかおめえはよ。理由ってそいつに直接聞くのか。 You guys know you want to see Ahsoka again. あいつらが教えてくれるわけねえだろうが。ああ、バカですよだ。Oh my god, don't fight! バカだと分かってても確かめたいの。じゃあ勝手にしろ。ああ、勝手にするぞ。I love Trigger Killua. Yeah. Oh my god. It's hilarious. Gon and Killua fighting is a blessing on the world. Well, what a nice place, isn't it? Ahsoka...Oh no, he's naked. get dressed, please. You're in the presence of children. oh, hello. Oh, yeah, oh, yeah. これは予期せぬお客さん。 Stop! 久しぶり。 Dude.Seeing him with his hair down is weird. やっぱりそうだ。ずいぶん成長した。I'm sorry, I said I wanted to see you again. 僕の見込んだ通り、君たちはどんどん美味しい。な、なんなんだ、この人やろうは。君か？彼らの先生は。いや、そんな感じじゃないな。彼女か。で、というよりクロロに何の用？聞きたいことがあるんだ。ここへ何しに来たの？ So extremely uncomfortable. どうするか。話せばこの二人のことだ。クモとの助念士の引き渡しを全力で阻止しにかかるだろう。それはそれで面白いんだけど、これ以上クロロとの戦いを延ばされるのも勘弁。They were like just straight staring at his dick. He's probably had a boner, I'm gonna guess. Nanda. Shitteta no nara Hanashiga Hayai. Soreo Kuro ni Oshetakte Sagashterundakido, Tegakariga Naktene. Sonna Toki Kumo no Naninka Kono game ni Kyomi omoteta Koto omoidashta. Karerana.クロロの行き先に何か心当たりがあるんじゃないかと思ってさ。この名前ならあっちからのアプローチも期待できるしね。そっか、あいつはもともと旅団のふりをしてただけなんだ。So that was just fake. 今度はこっちが聞く番。
まさかその質問をするためだけにここへ来たわけじゃないだろう。 Wanna join up? Kinda changed their minds now. 実は私たちできるだけ。 Oh no, she's in love with Ahsoka. Bad call. Stop. Yeah, I mean too. いいけど、強い人を探してる理由は。ちょっと待てよ。俺は反対だな。危険だぜ。そうだよ。ビスケはあいつを知らねえから。ほら。She just saw the good parts. You don't know any of the bad parts. 何か近しいものを感じますもの。恋愛都市アイアイに行くといいんじゃない。いろんな出会いが楽しめるから、強い人も見つかるかもしれないよ。He couldn't see that because it's behind her back. Hopefully he couldn't. That's so weird. I've never seen Ahsoka with his hair like that. 嘘をついてるってどういうことだ。正確に言うと本当のことを言ってないって感じ。Is this the infamous scene that I've been showed before, where Ahsoka staring at Gon's ass? 50年以上嘘つきやってるとわかるもんなのさ。なんかすげえ。やつが何か隠している以上、身近に置いて様子を見るのも一つの手。何よりあいつかなり強いでしょ。Yeah. Yeah, this is it. Stop. おい、ひそか、前を歩けよ。I hate it so much. He's so fucking nasty. 仲間がいるんだよね。できればあんたみたくカードに執着のない人物がいいんだが。みんなここにクリア目的で来てるんだろう。僕みたいな水強なプレイヤーは少ないんじゃないの。やっぱりどうも何か隠してるわね。I think he's hiding a lot. so it's all next. ところで、さっき4人で飛んできたのって誰かの能力かい。あれはこのゲームのスペルだ。He's not interested in little girls. He's just all for little boys. 確か店で買わなきゃいけないんだよね。確かに何か引っかかる。本当のことを言っていない。つまりそこに何か辻褄の合わない矛盾がある。クロロの居所を聞くため雲のメンバーを探してここに来た。この言葉の中にその鍵が隠されている。 He already knew where he was. He just left him. Clumsy.知り合いになれるよ。ちょっとどこ見て歩いてんのよ。気をつけてよね。すまん。遅刻しちゃう。ダメだよ、謝っちゃう。What? そっちこそ気をつけろとか口喧嘩しないとね。今のこと。見てください。What? 話して。大声出すわよ。出すなら出せよ。Jesus Christ. This is his fucking hair. Go on, stop. Don't be honorable today. Literally, it's... No.そうかい。ここなら退屈せずに済むのに。So full of love everywhere. 退屈。わかった。何がしっくり来なかったかが。場所。この場所だ。このゲームの中に誰かを探しに来たとしたら、俺ならどうした。まずはスペルカードの重要性に気づいたはずだ。ゴンとビスケが密かに会ったのは、俺がハンター試験でここにいなかった時。つまり二人が修行でマサドラにいた時。ヒソカはマサドラにいた。そう、普通ならマサドラから動かない。スペルカードを求めてほとんどのプレイヤーがやってくるから。本当に旅団の連中を探しているならマサドラから動かないはず。退屈せずに済むのに。退屈している。やることがない。つまり探していない。いや、もう探し終えている。それだ。それだ。Okay. ビスケの言ったこととニュアンスも合う。
ヒソカはすでに死んでいる。ここで何かを待っている。何を待ってる。決まってる。ジョネンシ。ジョネンシはここ、グリードアイランドにいる。Oh. Oh, okay, gotcha. I mean, I think you already explained that, so I just forgot. まだ、ゴンには言えない。こいつは隠すのが下手だ。Yeah.もし俺たちが気づいたことに、ヒソカが気づけば、奴は姿を消す。そうすれば、仲間が一人減る上に、旅団の動向もわからなくなる。それだけは避けなきゃ。ねえ、キルア、考えたんだけど、仲間にするなら、やっぱりツズゲラだと思うんだ。仲間にしないまでも、一度会っておいて、バインダーのリストに入れといた方が。あっちの動向も知れて便利だもんな。バインダー確かめることができる。ヒソカ、バインダー見せてよ。ヒソカがあったプレイヤーのリストの中にセズゲラって人がいるかどうか見てほしいんだ。リスト。ある意味ナイス。俺が探りを入れたら。Oh wait, that's the dude. The dude again who made the creature. ヒソカに気づかれること。The one guy who survived the bombing, isn't it? ヒソカが画面を見せようとしなければ、俺の考えが裏付けられる。セズゲラいるね。本当？うん。ほらここ。え？見せた。バカな。うん。旅団の名前がない。俺の考えすぎだったから。Oh no! It's because they didn't enter the game way. ただ奴らを探しているだけ。He knows what you up to. これ唱えてくれる？交渉は俺たちがやるから。コンタクトオン。セズゲラやっぱり便利僕のドッキリテクスチャー。 Oh no No ヒソカの能力に見事に騙されたキルアたち。果たしてヒソカは敵か味方か。 I'll never find out, I think. この後はグリードアイランドチュートリアル。今日紹介するカードは聖騎士の首飾り。カードが本物かどうか見破ったり、スペルでの攻撃を跳ね返したりできるカードだ。キルは本物？え？ He's a little meerkat. Continue. All right, we got Hisoka on our team, and I don't know if he's a friend or foe. Nobody fucking knows anyway. I don't think so. Yes, we'll be back later on with more episodes. So see you then.